中日、片岡、落合、和田、大西、上田コーチ対談。2年連続最下位で迎えた今季も低迷し、9月には立浪監督が退任を表明。それぞれが G を球団に申し入れていた。細川は和田コーチと巡り合えてよかったな。細川覚醒させた和田の功績はでかいわ。新たにチュニドラのコーチやってくれる人おるんか、ほんまに井上監督に矢野先生のコンビ来るんやないか。次のコーチは落合黄金時代のメンツが来るんかな。立浪さんはもう指導者やらないんかね。これで終わったらバッドエンドすぎる。阪神絡みの有能投手コーチ引っ張ってきてほしい。和田おらんくなって細川大丈夫か。落合英二と和田はもったいない。和田対談は細川泣くやろ。井上が声かけて呼べるコーチって誰や。矢野先生。中日は監督が変わるたびにコーチ陣ほぼ総取り替えするのがあかんわ。和田は立浪に義理立てするためにいやいやコーチになっただけとか聞いたぞ。最終戦に向けて最後のブーストかけてきたか。これは仕方ない。立浪が呼んだコーチ陣だし。てか今のコーチ陣立浪罰すぎるだろ。荒木は戻ってくるんじゃない。フロント、今回の奴らもダメだったか。結局悪いのここだよね。もちろん功績もあるけど立浪だけ帰ればよいって話でもないしな。和田はいつかまた呼ばれる時が来るだろうな。阪神とか中日はコーチ人事に監督側の裁量が大きいから入れ替わりになるのはしゃあない。後任がやりづらくなるだけやん。またしても片岡は経歴に泥を塗ったな。もうコーチとして呼ばれることはないやろ。いや和田は突き止めろよ。細川だけではなく村松や福永とかも適応させられたしダメではなかっただろ。コーチ対談よりも立浪が球団に残るのかどうかの方が気になるわ。食堂の炊飯担当とかで残ってほしい。和田さん惜しまれてるけど細川くらいやろ。功績結局死んだは変わらんかったし、タッツが口出ししてたせいかもしれんが。フロントとスカウト陣が辞めないなら来年も何も変わらんやろ。